はい、こんにちは。えー、相手は、まず、えー、ミニオン使いなので、えー、ベラを主軸にチームを考えました。えー、カウンター使いなので、オニクスを入れています。で、持って、えー、回復薬を、ねえー、2体入れまして、 最後、人数合わせに、えー、マナスピード超速で防御力を上げてくれるビクターを入れました。えー、クフに対して、えー、対応できる英雄を、えー、入れる余裕がなかったです。はい、行きまーす。例えば、こう、マインドレスアタックを与えたり、えー、挑発をしたり、そういう英雄をクフ対策に入れたかったんですけど、 えー、うまいこといかなかったです。では、たくさん消せそうなんで、ここ行きましょうか。緑ダイヤができて紫がずれちゃった。緑ダイヤを使うか、青ダイヤを作るか。青ダイヤ作りましょうか。えー、もうカディレンにマナが溜まっている。 緑ダイヤいっちゃいましょうか。ウィクター温存して紫のマナ貯めてシェフにカウンター貼られて。 こちらベラを使い。あと、ターン二ターンなんとか待てないかな。2ターンなんとかやり過ごせないかな。いった。アリガルド使っときましょうか。2ターン この状況で、オバカンに対して、オニクスを当てて、えー、ついでにオバカンに対して、えー、ビクターを当てて、クノルフォットは温存して、ここ行きましょうか。それでは、 クノルフォット変容して、紫空打ちでマナを貯めて、ベラでミニオンの壁を張り、ビクターを重ねて当てて、で、持って、青ダイヤは破れかぶれ、まだそんな場面じゃない。ここ行きましょうか。 おばあかんをそろそろ倒せるかなクーフ。おばあかんまだか。おばあかんこれで倒す。ベラのミニオンが全滅。さすがクフ。えー、ここ行きましょうか。 はい、えー、ミニオンチームに対してベラ作戦成功してます。えーリガルドで回復して。えー、ではここ行きましょうか。シフ。とりあえずオーバーカンを倒したい。 では、あとカウンターが3ターンと3ターン。リガルドで回復してベラでミニオンの壁を呼び、3ターン待ちましょうか。1ターン。2ターン。 えー、3ターン。えー、相手の、えー、カウンターが終わりました。えー、それでは、えー、このタイミングでオニクスを放ち。えー、ビクターを使い。はい、えー、今回は、えー、ミニオン対策にベラとカウンター対策にオニクス。 えー、チームとして成功ですかね。はい、ありがとうございました。